可愛い目には黒を見せてあげてください。ソニーはブラックトリニトロランド2新発売。 It's a Sony。 これソニーのトリニトロンの一人ニトロンっていう一人の16型。これソニーのトリニトロンの一人ニトロンっていう一人の喜び。これ It's a Sony。おーい、父さんはな、みんなの喜びのためにトリニトロンの大きくてそれは美しいゆとりニトロンっていうテレビを買ってきたんだよ。ゆとりニトロンってな。 It's a Sony。 ソニーのカラーテレビを見たとき、あなたはどんな感じがしましたか？透き通った水の中に裸足で入った時のような感じがしました。水の冷たさまで感じられる、それがソニーの高画質です。トリニトロンカラーテレビ。 It's a Sony。 仕事に追われこの頃やっとゆとりができた。新しいゆとりニトロンできた。 It's a Sony。仕事に追われこの頃やっとゆとりができた。新しいゆとりニトロンできた。 It's a Sony。 女ってね、綺麗だよって言われると本当に綺麗になるのよ。これからの綺麗、ゆとりニトロン DJ 深い色で新発売。 It's a Sony。ドラマーゾーン。すごい音のするテレビ登場。ドラマーゾーン。 It's a Sony。 ドラマーゾーン。すごい音のするテレビ登場。ドラマーゾーン。 It's a Sony。宇宙にしかない色を見る新しい地図。宇宙高画質 AI 搭載 BS ドラマゾーン。 It's a Sony。世界に一つスーパートリニトロン搭載キララバスト誕生。ただ一つの美しさ。 It's a Sony。 惜しげもなくハイビジョンブラウン管まで使ったワイド。キララバスト、ワイドいよいよ登場。 It's a Sony。そんな体感かければそこに大画面ソニーグラストロン誕生。 It's a Sony。 この夏ハイビジョンテレビは何で選ぶか。世界中のコンピューターのプロは知っています。トリニトロンブラウン管の解像力の違いを。今ご覧のテレビの約5倍の情報量を映し出すハイビジョンテレビ。プロならきっとトリニトロンを選びます。そしてきっとあなた。この夏感動を鮮やかに表現するのはトリニトロンです。ハイビジョンこそトリニトロンで。 It's a Sony。 デジタル放送のために100分の1ミリ単位の高精細にするメガシアター。メガでリフォームするソニー。Unforgettable. Unforgettable. DVD のために
そう。薄さだけじゃない。高画質でコンパクト。それがソニーのプラズマベガ。ベガシアター。ベガでリフォームする。ソニー。いやーかわいい。生まれたての毛ってこんなにふわふわしてるんだ。見える見える。美しさのための回路、メガエンジン搭載プラズマメガソニー。かわいいね。あ、お目目青いんだ。綺麗に見えてますよ。くっきり美しい。角度を選ばない液晶メガ23型誕生ソニー。ソニー気持ちよさそうだね。あ、お肌もしっかり濡れてる。ちゃんと見えてますよ。くっきり美しい。角度を選ばない液晶ベガ23型誕生ソニー。あなたがそうやね。毛がツルツルしてる。ベガエンジンだからちゃんと見えてるよ。ベガエンジン搭載私に貸した液晶ベガソニー。ソニー。お父さん、僕たちいい番組を選んでみたいんです。ちゃんと勉強してからゆっくり見たいんです。ビデオです。もういろいろと検討済みです。ソニーはカセットが小さいんです。経済的なんです。やっぱりデータマックスです。お父さん、わかってください。わかりました。ビデオはソニーデータマックス。テレビ映りのいい顔をベタマスクって言うんですって。ソニーのビデオはデータマックスと言います。データマックスだから画像は鮮明。ソニーのビデオだから操作は簡単。2時間録画のビデオはソニーデータマックス。カセットがこんなに小さいんです。ソニーのビデオデータマックスはカセットが小さいんです。小さいということはキリッとスマートだから経済的なんです。データマックスは高密度録画方式でカセットを小さくし、しかもより画像を鮮明にしました。小さなカセット、大きな技術。ビデオはソニーデータマックス。いやー、心に残る映像ってやっぱりベータマックスで撮っておきたいですよね。ところでこの小さなカセット、このポケットブックと比べてもこんなに小さいんですよね。しかもソニーはこのテープから一貫生産してるんですね。こうした総合的な高い技術やカセットをこんなに小さくし、しかも2時間も録画できるんですよね。これなら場所も取りませんし経済的です。このベータマックス、ホットの意味でのホームビデオなんですよね。ビデオはソニーベータマックス。世界のテレビ局で活躍するソニーの放送用1インチヘリキャルスキャン VTR。 プロのスタッフに高く評価されているそのビデオ技術はソニーの家庭用ビデオベータマックスに生きています。ピクチャーサーチ、スロー、スティル、あらゆるスピードを自由にコントロールするソニーベータマックス J9。 ベータマックス J9 早くぞ。今世界のテレビ局で活躍するソニーの放送用1インチヘリキャルスキャン VTR。 番組の録画編集ではその信頼性、高品質の画像、豊富な機能などでプロのスタッフに高く評価されています。そしてその確かなビデオ技術はソニーの家庭用ビデオベータマックスに生きています。スロー、スチル、あらゆるスピードを自由にコントロールするビデオ、ソニーベータマックス J9。 今映像はソニーからソニーへ。フロントローディングになった。ボタン操作を左右に分けた。本当に？ピクチャーサーチリモコン付きでこの価格。超簡単ビデオベータマックス J10 ソニーから。
しいベータマックスはフロントローディングになった。ボタン操作を左右に分けた。本当に？ピチャーサーチリモコン付き。この内容でこの価格。嘘。本当ビデオ。ベータマックス J10。ビデオはソニー。ソニーがまた小さくした。ポータブルビデオがマガジンサイズになった。この大きさは世界最小。チューナーと組んでテレビ録画も思いのまま。ベータマックス F1 新登場。ビデオはソニー。ねえ、ソニーからすっごく簡単なビデオ出たんだよ。どこでも同じなんじゃないの。ソニーだから簡単ビデオ、ベータマックス J20。 ソニーだからね。簡単なことを難しそうに言う男はあんまいかんな。ソニーだから簡単ビデオ、ベータマックス J20。 ソニーだからね。テレビのスイッチ入れられるだけの運動神経と学力があれば。どなたでも。ソニーだから簡単ビデオ、ベータマックス J20。 優しい操作に技術が見える。ソニーだからね。ソニーが作るとビデオは薄さ8センチ。スチールはもちろん、正逆両方向スローも。ベータマックス F7、 お好きな場所に8センチ。ソニーの高性能ビデオはクレヨンと同じ薄さ8センチ。今ビデオに求められるあらゆる機能を搭載。作るとビデオはこうなります。ベータマックス F11、 お好きな場所に8センチ。ソニーの新しいビデオはクレヨンと同じ薄さ8センチ。今ビデオに求められるあらゆる機能を搭載。ソニーが作るとビデオはこうなります。ベータマックス F11、 薄さの中に技術が見える。年を取らないんだって。何度でも驚きたいな。繰り返す感動。世界初の家庭用ビデオを生んだソニーの高密度ビデオ、ついにここまで来ました。ベータマックス F11、 多彩な機能を薄さ8センチ、幅43センチに収めました。ソニープレゼンツ。この地球上から歌が消えたら楽しみは何分の1になるだろう。原音のままで聞きたい。ついにここまで来ました。アナログからデジタル方式、デジタルオーディオプロセッサー PCM F1。 ビデオデッキと組んで
原音をそのまま録音再生する 100% サウンド。今聴いている音をいつまでも。ソニープレゼンツ。リモコンは偉い。リモコンは賢い。ワイヤレスリモコン付き8センチビデオ、ベータマックス F3 新発売。It's a Sony。リモコンは偉い。リモコンは賢い。リモコンは偉い。ワイヤレスリモコン付き8センチビデオ、ベータマックス F3 新発売。 It's a Sony。リモコン、リモコン、うちのビデオにちょっかい出さないでください。離れて見るんだから離れて操作したいよね。ソニーベータマックス F3。 It's a Sony。 なんかみんなクリスマスプレゼントでビデオもらうみたいだよ。お父さん、うちのビデオはゾンビー薄さ8センチ。 It's a Sony。心を入れ替えて買い物も夕飯の支度も手伝います。ビデオお願い。うちのビデオはゾンビー薄さ8センチ。 It's a Sony。 母さん、ビデオがあればお料理番組も撮っておけるしさ、お父さんが長い間ゴルフを見てても大丈夫だし、それに私もテレビを気にしないで勉強できるしさ、いろいろとね、ビデオがあれば。ねえお母さん、うちのビデオは薄さ8センチ、欲しい機能が揃ったソニーの新ビデオ。 It's a Sony。父さん、今これにしとけばハイファイで音も色も合わせないんだから安心だよ。お先に次世代ビデオ、ベータハイファイ。 It's a Sony。 1, 2, 1, 2, 3, 4。 悪いけど行くわね、バスが待って。このコマーシャルをベータハイファイで撮るとハイファイになってしまう。お試しください。音楽のために生まれたソニーのステレオビデオ、ベータハイファイ。 It's a Sony。 もう決めちゃったんですか？決めたくなる理由があります。それが理由だったんですか？